はい、皆さんこんにちは。今日はね、エースコンバットの続きをやります。あれ、コントローラーの電源を、調子悪いですね。ちょっとセッティングをします。コントローラーが周辺機器、ああ、じゃあコントローラーのあれやって、 OK、 いいですね。時々起きるんですね。エースコンバットやってみます。アサルトホライズン、昨日フリーミッションでアメリカの大都市上空で戦闘、空中戦をやってみたんですが、ちょっと場所を変えてみましょうね。今日のフリーミッション当然いいし、ここはアフリカ東部、油田施設上空。ちょっとね、機体を変えよう。お、これ新しいやつ。一番スタンダードの F18。これは追尾型艦船砲兵。追尾型ですね。さあ、いきます。ソロが火事になってる。ちょっと待って、ここすごい動きだ。社会先輩中、基地上空で空中戦だ。対応可能です。それではヤツらを連れてきてください。援護します。
で、あ、旋回が早い。すごい動きだ。というような。
太陽が邪魔してる。よし、全然いいっすね。やれてる。太陽選手見えねえ。
次が次へと。少しだけ熟近い近い近い フレーだし共に来こちら本校へ監督機キングマスターどうぞ油田の味方防衛ユニットは壊滅石油施設に甚大な被害が出ている背後とか上空から聞きました。地上部隊の応答なし。殲滅した模様。地上部隊やれた。ターゲット魅力。目標遅く。ホップ。今日は回避しろ。落とされるぞ。Thank you.
ごいうまい。全然当たらない。すごい数の敵だ。
すごい海だ。ミッションコンプリート。成績はどうでしょう。ランク C でした。もっとうまくいかないね。だいぶ。はい、今日はね、こんなとこですね。エースコンバット、アサルトホライゾンでした。では以上です。